でございます。ただいまインドネシアのなんちゃら通り来てます。名前が覚えられない。なんか何か歌っていうかなんかお祈りなのかわかんないですが何かが始まってます。おお、外国、そう外国です。今インドネシアの島に来ております。そして名前がわかんないと、明日はコモドっていうところになんか恐竜みたいなトカゲを見に行きます。なんか今日泊まってるところがすごく素敵で、見てください、この花がいっぱい。これは隣の部屋。いい天気です。今こっちは寒気らしくて、船がいっぱい、めちゃくちゃ賑やか。あれ、海ちゃん今ライブ配信中です。娘です。どうぞよろしく。動画にタグ付けしますか。やってタグ付けした。アイライナーが、あ、やばい、ちょっと映しちゃダメだもん、映してしまった。ただ景色を映すだけのライブ配信です。あら。昨日新幹線で東京まで行って、で東京から成田空港に行って、俺の娘くらいの年、私の娘は今20歳です。今日2人旅です。で東京からまずはどこに行ったんだっけ、あ、まずはマニラで乗り換え でそこからバリに、インドネシアのバリに飛んで一泊して、で今日どこだっけなんちゃら島に来てます。コモド島に明日渡ります、船で。このなんかお経か歌かなんか知らんけど、これがずっと続いております。なんかね、私いつも行き当たりばったりだから、なんかホテルも取らずに今日朝取って、ここので明日の船のやつもさっき空港でおじちゃんに出会って、その人から買おうと思ったけど、なんか現地のお金がなかなか引き出せず、銀行を何個、3個か4個ぐらい渡り歩いてやっとお金を下ろせました。ちょいと小麦色に、22歳と大学3年生、あ、でもうち20、今年っていうか今度の2月で21です。何が？え？あ、うちの娘と同じぐらいって言ってたから。あ、大学3年生と同じですちゃん。大学3年生、あ、そっか、大学3年生の方が同じ、うん、うちの子は春に卒業したので大学3年生の人と同じ年ですね。危なくないのか。危ないですね。こういやしかもなんかこのトイレに行くのがすごいんですよ。こんな階段を降りていきます。娘が今お化粧中です。もうなんかここのホテルに入ったらもう出られなくなっちゃった。心地よすぎて。すごいよね。海ちゃん、
海ちゃん何か一言ライブ配信を見てる人に何か一言お願いします。みんな旅行しよう、旅行しよう。中学1年留学で帰ってきた大学生娘やって、すごい、中国留学やって。中国やばい、今来てるから。来てる、何が来てる。ビジネス系で商売。そうなんだ。宗教の音楽かな、多分宗教の音楽だと思います。ここに何かあるんでしょうね。何見えますか皆様。これアップに行ってできひんのかな。なんか青いというかグレーのやつ。あ、高子さん、ただいまインドネシアに来ております。何か不思議な音楽が流れております。何の予備知識もなく来てしまった。なんかここの隣のそのコモドっていう島が、私が見た時はなんかもう閉鎖されるとか言って書いてあって、あ、これは早く行かないとって思って撮ったら、もう閉鎖されることはなくなったらしく、閉鎖はされないらしいです。ねえみちゃん、何持って写してんの。ちょっとアイラインだけ描かせてよ。はい、じゃあこれで終わります。ただ今の景色を見せたかっただけです。このお花をすごいところにある。ああ、上にも部屋があるんだ。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。無事帰ります。はい、海ちゃん、はい、バイバイってバイバイ。おつって言った。